この国々回ると歌もいろいろ変わってくるな。ずいぶん変わるもんやね。ところところにみんな名物歌があるな。あ、さようか。この間わし日本の北の端ね、カラフト言ったらカラフト節ってのがあったな。あ、そう。やっぱりところの名物やな。名物歌やね。妙な歌やで。本当に私はカラフトっちゅうね、お泊まり育ち、町は日の町、霧の町、シャミは細さを、根は心ひんき、はい、虫のそばならよくさえる、エアエ、はい、エアエアエの里な。なるほどね。妙なもんやな。あ、これカラフト節。そうかと思うと、またこの北海道へ来るとな、北海道エサシの追い分けっていうのがある。ええもんやね。また追い分けは上品なな。本当に尺八に合わせてな。そうそう、掛け声が嬉しいな。掛け声がすいすいっていう。あれは何とも言えんで。掛け声と文句がよう合うてるがな。話が合うてる。ああ、妙なもんやね。妙なもんやで。本当におかーずない時っちゅうのね。おかずのない時。家庭向きの歌やな。妙な文句やな。何食ってよかろんやん、さのえらきょに、はい、めぼし食べ下手ならすいすい言うてな。何も言うねん、あんた。そうかと思うと、また越中富山の方ではお腹節、お腹節、こらさのさ、どっこいしょ。そうそうな、いろいろやな。随分あるもんやな。そうかと思うと、佐渡行くとおけさ節、おけさ節、おけさな、おけさおけさとね、踊るなら板の間で踊れよとな。なるほど。ほら、歌が長いな。歌が陽気だね。からの山中行くと山中節、山中節、そう、山中山城ちゅうのな。そうそう、そうかともと出雲では安木節、安木節、よあったな。ところ名物荷物にならん、そうそう、聞いてお帰り安木節。ずいぶん流行った歌やで。で、またこの文句の中にも難しい文句があるわいな。あ、そう。はどんな文句やねん。嫌なお方とってな文句でな。嫌なお方と、そう、嫌なお方と寝た世の長さを縮めておいてっちゅうねん。長さを縮めておいて。ああ、へえ。で、空いたお方と寝た世の短さの世のほえ回したぎとこのな。おい、なんやその文句な。なになに。ちょっとなんだ、わたいにわからへんがな。勘の悪い女やな。もう一遍やってみな。あれ、嫌なお方とやん、はあ、寝た世の長さを縮めておいてやん。あ、そこまでわかんねや。で、空いたお方と寝た世の短さの世のほえ回したぎとな。おい、ほらまた難しい文句やな。ほら、ややこしいやろ。ほんまやな。私もこれややこしてようやるかしらんと思ってな。いや、歌うのんか、あんた。ああ、いっぺんやらしてもらうがな。やってみるか。ああ、うん。安木氏の文句はややこしいな、おい。ほんまにややこしい文句やな。世の短さの世の声っちゅうのは。分かった、あれやないかいな。じゃあやらしてもらおう。歌いならんか。よいさあ。よっ。はい。よっ。え？あ、うん。なんや、その声。嫌なーとな、おい、はあ、ここらはやれるわ。あ、この辺は言えるわね。お、よっ、おかーたいと、あらーたさ、あらーたさーって言って。何を言うねん、なんか掛け声やがな。掛け声は渡するやないかい。いや、気の毒なもの。遠慮しな、あんな。そう、よっ、寝たよの、あ、長さを縮めてほいて。あー、こらさ、これからがややこしい。これからがついた お方と寝たよの、はい、短さの世の声え回したいとな。おい、ほら、もう舌噛みそうなわ、おい。ほんまにまた難しい文句やな。いや、ほんとにな、はあ、国々回るとみんな違うわな。ほんとに。そうかと思った博多行きは博多節、博多節ね、ええ、はあ、そうかと思った九州行くとな、はあ、筑前琵琶ってのある。琵琶、うん、琵琶変わってまんな。琵琶上品なな。ほんまに昔兼業さんの持たれたもの。あ、そうか。音が塩らしい。ええな、筑前琵琶なんかはね、塩らしい音がする。ほんまだし。何が何しておのっとやらん、
ちゃね。あら、え、これなんや。琵琶が風邪ひいてんねん。妙な琵琶の音やな。もがもの捨て物とやら。おまだかいな。わ、何事と言うまなく。おああ、おら、顔つばだらけになるわ。なんとまた汚い琵琶やってんねんな。そうかと思ったの、岸へ行くと串本節。串本節。いや、流行ったな。ほんまだっす。あら、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。にやかに行こう。にやかに。最後。よはい、うん、ここは福島と向かい側の島、中を取り持つ五巡航艇、あらよいしょよよいしょ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 、となおい、何やそら、車の後押しに持ってこいやがな、邪魔するとやな、よなると、渦巻く路頭の中で波に揺られて兵隊を釣る、しぶきがどんとくや船が揺れて走るちゅうてな、あらいにやかなな、本当に、ああ